やはり皆さんが萬斎さんとですね、文化庁とのこの対談をした時に、時期もちょうどいいタイミングですので、その辺のところをちょっとお聞かせ願えるという。まあ実際私の就任 の発表があった時に申し上げましたけど、まあ一応というか、とにかく今回は復興五輪ということで招致も決まっていますし、まずはそこをちゃんと果たすということを第一義に考えたいですね。で、まあ幸いにして私どものやっております狂言や能というものには、やっぱり死を見つめた上でのやっぱり生、生きるということを考える、まあ、特にお能の場合は死というものを見つめることですし、狂言の場合は逆にそれを乗り越えた現実世界での人間の笑い、まさしく生きる力っていうものに目を向けるっていう、その両面をやっぱり私がこの総合統括という、まあ責任ある立場になった時には大いに生かしたいなとも思いますし、それがすなわち復興五輪につながるのではないかと思います。